さあ両チームフィールドに散りまして、これより後半戦再開の時を迎えます。後半戦はトライスターズのキックオフで試合再開する形になります。これに対するリターン陣としまして、アイランズは81番と85番を配置いたしました。このキックオフリターンにも注目いたしましょう。アイランズ81番は片瀬、関西学院大学出身。85番は寺崎、大阪体育大学出身です。片谷関西で鳴らしました、関西一部で鳴らしましたエリート、そして片谷関西でも有数のアスリート揃います体育大学出身のプレイヤーがこの試合のリターンを務めます。トライスターズはキックオフに先ほど45ヤードフィールドゴールを決めました中塚が入ります。このキックエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。この強力リターンの布陣を封じるかのような素晴らしい大きなキックを蹴りまして、このリターンを封じる形にいたしました。この結果アイランズは自陣20ヤードからの攻撃と変わります。しかし後半最初のシリーズの権利を得ておりますクラブアイランズ、ここから状況を打開を図る後半最初のシリーズに入ります。失礼しました、自陣25ヤードの位置にあります。クラブアイランズ自陣25ヤードからファーストダウン10。まずはクォーターバックのキープレー、右オプションからの QB 自らのキープレーです。44番、右オフタックルに飛び込むように約1ヤードの原因としています。クォーターバック44番は堀田、京都大学出身。クラブアイランズ自陣26ヤードからセカンドダウン9。今度は42番へハンドオフ、42番にハンドオフ、左オフタックルをつくように42番体をねじ込み約4ヤードのゲイン。今度はラニ枠42番山崎のランです。滝川高校出身。さあサードダウン5の状況に変わります。クラブアイランズ突破なるでしょうか。ボールオン自陣30ヤードからの攻撃。さあ中央のプレー、しかしこれはトライスターズナイスディフェンス。ここで山崎の突進力によって状況打開を図りましたが、しかしここはトライスターズディフェンス陣が踏ん張りましてフォースダウンに変えます。クラブアイランズフォースダウン3、パントフォーメーションを取りました。トライスターズここでリターナーがボールをジャックルしましたが、なんとか外へボールを出す形にしてこのパントを終える形にしております。結果的に、トライスターズ自陣37ヤードからの攻撃に変わります。まず最初のアイランズの後半最初のシリーズは封じる形に成功いたしましたトライスターズ。今度は後半最初の攻撃をトライスターズ自身が行います。ボールオン自陣37ヤードからトライスターズファーストダウン10。パス成功。クォーターバック21番
外から内側に切れ込んできた18番にパスを通しまして、約2ヤードから3ヤードのゲインとしています。ディフェンスのタックルを合いながら見事にキャッチしましたのはトライサーズ18番の勝山、天理大学出身のチームのバイスキャプテンです。トライサーズセカンドダウン8、ボールオン自陣39ヤード。さあ行く。さあ止まるか。ビッグゲイン、ファーストダウン。ここでクォーターバック21番、右に展開していた18番にパス、これをキャッチした18番、相手ディフェンスを振り切り独走、大きなゲインに変えまして一気に相手陣に入りました。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生した模様です。さあこの反則、果たしてどちらにありましたでしょうか。背後からの不正のブロック、トライサイズ34番、反則地点から10ヤードのペナルティー、ファーストダウンです。トライスターズオフェンス側に反則がありました。背後からの不正なブロック、後ろからブロックをしたという反則です。オフェンスチーム、ボールを持った選手は相手の選手を後ろからヒットしてはいけません。非常に危険な行為として扱われます。反則発生地点から10ヤードのバッタイとなりますが、しかし大きく前進した地点での反則でしたので、結果的に攻撃権更新とはなっております。従いましてトライスターズ相手陣35ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、ファーストラン。ここでトライスターズオプションプレーを展開、ピッチを受けました34番、左オープンを展開し相手タックルを跳ね飛ばすように前進して攻撃権更新です。トライスターズファーストラン、見事攻撃権更新を果たしましたのは背番号34番、チームキャプテン、いやチームの監督であります伊橋の素晴らしいランでした。自らのそのプレーでチームを鼓舞しております。さあ相手陣21ヤードに入りまして、トライスターズファーストダウン10。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック21番、ここでロングパス、ここにアイランズ3番もカバー入っていきましたが、それを振りほどいてトライサーズ18番がキャッチし大きい三振。トライサーズファースター見事にパスキャッチしましたのはトライサーズ18番の勝山、天理大学出身、チームのバイスキャプテン。さあこれによりまして相手陣2ヤードの絶好の位置に入りましたトライサーズ、ファースター2ゴー。残り4回でこの2ヤード突破を図ります。さあトラブル発生、ターンオーバー、攻守交代。ここで大きなプレーが発生しました。トライサーズここでプレーを展開する際にセンターからのスナップをエクスチェンジミス、落としたボールを抑えましたのが混戦しましたがアイランズが抑えました。従いまして攻守交代です。ターンオーバーで攻撃権変わり、クラブアイランズの攻撃と変わります。大変大きなプレーでした。ここでトライサーズとしては一気に得点アゲンというところでしたが、この一瞬の隙をつきましてアイランズが攻撃権を取り返しております。自陣2ヤードからですがクラブアイランズファーストダウン10。さあしかし非常に厳しい位置だが、ここでランニングバック42番にボールを託しました。しかしこの時に激しいヒットのために42番ボールをファンブル、
しかしなんとかそれはアイランズ5番を抑えまして、結果的には約3ヤードから4ヤードのゲインとなっております。見事に対応してこれを確保する形になりましたのはクラブアイランズ54番の竹森です。関西学院大学出身のプレイヤーはここで素晴らしいフットボール IQ で判断いたしました。さあクラブアイランズセカンドダウン6、ここはしかしトライスターズディフェンスを見せます。再びランプレーで状況を打開図るとしましたが、そのランを見計らいましてトライスターズ2番が猛チャージ、このランをロスに変えています。見事なディフェンスをいたしましたのは2番の大畑です。大阪商業大学出身。トライスターズ56番、失礼いたしました。ここでディフェンスに反則がありました。ディフェンスオフサイドです。ボールが動く前に相手側に侵入しておりました。従いまして先ほどのプレーは無効となりまして、ディフェンス5ヤードの抜体、結果的にオフェンス5ヤード前進しセカンドダウンやり直しとなります。トライスターズ素晴らしいディフェンスを見せておりましたが、しかしその出足鋭すぎたためかフライングという形でオフサイドを犯しました。クラブアイランズセカンドダウン2、さあここでランプレーをアイランズ投入。ラニバック42番今度は右オフタックル付近に突っ込みまして攻撃権更新です。トライスターズファッサー、失礼しました、クラブアイランズファッサー、チーム名のコールを誤りまして失礼いたしました。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。しかし厳しい状況をクラブアイランズは突破する形に成功いたしました。見事その期待に応えましたのはチームキャプテンであります、42番の山崎です。滝川高校出身。第3クォーターも非常に目まぐるしい展開となっております。トライスターズが実に鮮やかなランパスを組み合わせまして一気に相手陣深い位置に入りましたが、一瞬の隙をつきましてクラブアイランズがそのボールを取り返し、現在クラブアイランズが攻撃中という状況でレフェリータイムアウトは入っております。さあレフリータイムアウトときまして試合再開となります。クラブアイランズ自陣15ヤードからファーストダウン10、さあランプレーから入ります。ランニングバック42番ハンドオフを託されまして左オフタックルに突入、この判断よく約4ヤードのゲインとしています。この試合チームのキャプテンであります山崎奮闘しております。そしてそれに応えんとオフェンスラインも素晴らしいブロックを披露しています。クラブアイランズセカンドダウン6、ボールオンは自陣19ヤード、さあ再びランプレー、しかしこれはトライスターズも対応します。同じく左オフタックル突破はからんというランプレーでしたが、これはトライスターズ52番と2番が素晴らしい対応し1ヤードのロスにとどめております。トライスターズ2番は大畑、大阪商業大学出身。
57番が高岡です。先ほどの選手は57番の大阪学院大学出身の高岡でした。トライスター失礼しました。クラブアイランズサーダウン5。さあここでトラブルが発生しました。オプションプレーのピッチを受けましてランニングバック、そのボールをジャッグルしましたがディフェンス殺到する中なんとか抑える形には成功しております。しかし結果的にロスとなりましてフォースダウンに変わります。クラブアイランズフォースダウン8、パントフォーメーションを取ります。ここでスナップ乱れましてパンター後逸仕掛けましたがなんとかこれを拾い上げ蹴り出す形には成功しました。しかし崩れた状態でのキックのため自陣脱することはできず、クラブアイランズ陣33ヤード付近で攻守交代となります。さあトライスターズ非常に優位な位置から攻撃を展開します。ボールオン相手陣33ヤードからトライスターズファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック21番プレイアクションから左ロールアウト、そこからエンドゾーン奥に目がけてのパスを投じました。ターゲットは18番だったものですが、しかしこのパスコントロール定まらずパス不成功でセカンドダウンに変わります。トライスターズセカンドダウン10。ナイスラン。ランニングバック34番ピッチを決めました。右オープンを展開、相手ディフェンスを素晴らしいステップワークでかわし、その体をねじ込むように約7ヤードゲインに変えました。素晴らしいランを披露いたしましたのはランニングバック34番ハッシュ、チームの監督でもありますこの選手、素晴らしいプレーを見せています。トライサーズサーダウン3。パス成功、ファースター。クォーターバック21番右に残っておりましたワイドレシーバー18番にパス、18番セリアながらこれをキャッチしまして攻撃権更新です。トライスターズファースター。見事タフなキャッチ決めましたのはワイドレシーバー18番勝山でした。天理大学出身。ここでホイッスル。クォーター終了。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーター終わりましてトライサーズ13点、クラブアイランズ0点。攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。